やあジェリー、最高速度を更新しようとしてるのかい？やあエドナ、お仕事中かい？今日は特別なんだって？なるほどね。じゃあ頑張ってね。あらら、まずいぞ。エドナが地面を掘ってるからトンネルが崩れてきてる。エドナ、やめるんだ。トンネルが崩れてきちゃってるぞ。ジェリー、カール、緊急事態なんだ。トンネルが行き止まりになっちゃったんだ。そしたら何に変身しよっか。ジェリー、スーパートラックが助けに来たぞ。何か聞こえるって？水が漏れてきてるじゃないか。スーパートラック、急がないと。スーパートラック、まずいぞ。行かないと。何が起きてるんだ？気をつけて。まずいぞ、水が追いついてきてる。スーパートラック ST3000 を使うんだ。レーザーか、なるほどね。いいぞ、スーパートラック。水が完璧に凍ったね。アイススケートかな。じゃあ楽しんでね。今日はカーシティで運動会だ。Ready?
スショットエドな。あらら、それは痛いぞ。チェリー、どうしたんだい？ボールのせいで故障か？止まらないってまずいぞ。あ、突然だけどカール、ちょっといいかい？カール、ジェリーが故障しちゃって暴走してるんだ。このままだと事故に遭っちゃう。来れないかい？どうしよう。そうだね、この地形に対応できる何かオフロード車が必要じゃないかな。ジェリー、スーパートラックが助けに来たぞ。スーパートラック捕まえるんだ。どうやって捕まえよう。先に回って止めるって。なるほどね。様子がおかしいぞ。スーパートラック追うんだ。ジェリー、その先は橋だぞ。そっちはまずいぞ。なんだって？ハンドルが効かないって？スーパートラック、このままだとジェリーがぶつかっちゃう。どこ行ってるんだい？そっちじゃないぞ。エアバッグを使って向こう側で捕まえるって？なるほどね、そういうことか。よし、もう大丈夫だぞ。でもまだ動いてるね。どうしよっか。あれ、もう治ったみたいだね。カール、ありがとうね。ウォルターも、まあ偶然だったけど治してくれてありがとうね。ジェリー、もう大丈夫そうかい？じゃあ気をつけてね。またね。
エドナ、ヘッドフォンを外さないと。ん？火事だぞ。このままだとまずいぞ。助けを呼ばないと。カール、公園で火事なんだ。助けに行けないかい？エドナ、パイプにぶつかったんだろうな。スーパートラック、今回は何に変身するべきかな。マネメレナト。消防車か。なるほどね。いいぞ。でもまだまだあるぞ。左側に何かあるぞ。次は右だ。エドナ、スーパートラックがいるからもう安心だぞ。スーパートラック、火が公園に広がってるぞ。マネメレナト、リチュモ。ベレブー。ST3000 を使うって？今回は何をするのかな？ベレブー。ウォータータンクか。なるほどね。おお、すごいじゃないか。火が消えてきてるね。カール、あっちに火が移ったらまずいぞ。危なかったね。おお、すごいじゃないか、マーリー。そうだね、もう消火活動はいいかな。マーリーに自分を飛び越えてほしいって。じゃあ楽しんでね。やあベイビーロッキー、何してるんだい。父の日のお祝いをしてるのかな。すごいじゃないか、ベイビーロッキー。ベイビーロッキー、エンジン大丈夫かい。まずいぞ、コントロールが効かないみたいじゃないか。助けを呼ばないと。
カール、緊急事態だ。ベイビーロッキーが父の日のお祝いでフライトをしてたんだけど、突然コントロールが効かなくなっちゃって不時着したんだ。ベイビーロッキーのところ行けないかい、カール。なあ、どうしたんだい？この紙をたどっていけばベイビーロッキーが見つかるって。なるほどね。カパ、紙がないみたいだね。スーパートラック、これ、ベイビーロッキーが引っ張ってたやつだ。でもどこだ？なんだなんだ？ディールブー、スーパートラック、ベイビーロッキーじゃないか。スーパートラック、けど、なんでこんなところにいるんだ？今、ピーバーか、ピー。クラッシュした時に偶然ここに落ちてきたって？スーパートラック、あれ取らないとね。取れそうかい？スーパートラック、動かないみたいだね。どうしよっか。ああ、やまな。あれに届いて絡まりをほどけるやつっていうと、なんだろうね。ははあ、あのもやまご。おお、いいぞ、スーパートラック。スーパートラック、頑張れ。もう少しだぞ。やったじゃないか。大丈夫だよ、ベイビーロッキー。スーパートラックが直してあげるからね。ロッキー、スーパートラックが見せたいものがあるってさ。もうちょっと待っててね。今来るからね。ロッキー、後ろを向くんだ。いいぞ、ベイビーロッキー。ロッキー、今日は父の日だもんね。お父さんとしても嬉しいんじゃないかい？ありがとうね、スーパートラック。じゃあね、みんな、またね。どうしたんだい、カール？幽霊じゃないか。じゃなくて、マーリーがタコを飛ばしてたのか。マーリー、大丈夫だよ。直してあげるから。カール、誰かが呼んでるぞ。行こう。ベンがベイビーたちに怖い話をしてたら、突然変な音が聞こえてきたんだ。
ベンとベイビーたちが確認しに行ったんだけど、そしたら誰かが道を封鎖しちゃったんだ。ベンとベイビーたちを助けに行けないかい、スーパートラック。おっ、ああこれ幽霊の仕業か。ベンとベイビーたちは迷路の中にいて出てこれないみたいだし、スーパートラックなんとかできないかい。これ重いな。まずいぞ、早くなんとかしないと。スーパートラック、今日は何になるんだい。スーパーキャリアカーか。これならもう怖いものなしだね。いいぞ。幽霊だ。スーパートラックどこだい。ベイビーたち、スーパートラックに乗るんだ。早く出よう。これ君たち二人がかりでも動かないか。どうしよう。幽霊が来たぞ。スーパートラック、ベイビーたちを守るために何かしないと。考えがあるって。ST3000 だって。なるほどね。いいぞ、スーパートラック。じゃあ幽霊の正体を暴いてやろう。デーン、君だったのか。ベイビーたち、ハロウィンのプレゼントがあるぞ。じゃあこれは全部君たちのだ。じゃあね、スーパートラック、またね。やあカール、やあキャリー、今日はひょっとしてハロウィンじゃないかい。ハロウィンパーティーの準備万端みたいだね。カップケーキ美味しそうだね。うん、なんか口についてるぞ。そっちじゃないぞ。取れたね。誰かが呼んでるぞ。行かないと。ベンじゃないか。ハロウィンの仮装してるね。建設現場で何してるんだ。ああ、怖い話をしてるのか。なんだなんだ。リフトが勝手に動いてるぞ。俺じゃ出れないじゃないか。カール、行けないかい。いたぞ。今からスーパートラックが来るからね。まだ変な音がするな。雷ではないだろうし、
どうにかしてプラットフォームから彼らを降ろさないと。どうしよっか。スーパーキャリアカーか。いいね。誰かがこっちに来てるぞ。もう少しでここに来ちゃう。ベイビーたち乗るんだ。大丈夫だよ、スーパーキャリアカーがなんとかするからね。あとは謎を解明しないとね、ベン。ベン、後ろだ。うわあ、吸血鬼じゃないか。スーパーキャリアカー、なんとかしないと。ST3000 パラシュートか。なるほどね。ベン、ジャンプだ。吸血鬼じゃなくてジェリーじゃないか。スーパートラック、今日もありがとうね。まったく怖いハロウィンだったね。ベイビーたちもケーキもらえて嬉しいよね。じゃあ楽しんでね。